パラディス。チェロです。ポロパラチチェャロラでです。す。はい、ラグなどやっていきましょ行きましょうかね。う。まあ、先日のね、ライブで、まあ、ちょっと青龍の、まあ、攻略動画を出してほしいというリクエストをいただきましたので、まあ、攻略っていうほどじゃないけどね、ちょっとやらせてもらえたらなと思います。で、今回は、まあ、弱点が土属性で毒ということで、まあ、土属性毒といったらもうジョログモさんしかいませんので、ああ、そうですね。ジョログモさんを連れて行ってますと。で、この風の弱み玉がないから、風属性の人はいらないんですよね。ああ、そっだかからそもうっ火とか。水というところで、まあ、連れて行ってますと。で、まあ、バフ人形っていうのがいるんだけどね。バフ人形。なんかね、2体ぐらい、俺最初分かんなくてずっと叩いてたんだけど、こいつはね、倒し方としては、青龍の弱み玉を割らんといけないんだけど、まずはその藁人形みたいなやつがおるんよね。その2人おるんやけど、そいつらを先にブレイクして、もうひたすら青龍みたいな感じです。じゃあやっていきましょ私まだ初見なんですよ。う。ああ、そっかそっか。よし、じゃあいきますね。あ、かっこいいよね。まずこすこ。ごい。この2人をね、先に割らないといけないんですよ。あ、このお人形さん。そう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 。ほっといたら結構やばい感じなあ、の？もう赤と黄色になったから、ここでまず割るでしょ。あ、で、ほら、もう2つ割れると。で、まあ、あとはこっち。もうひたすらこっちをやっていく。で、また息を吹き返したらまた割るああ、の？そう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 。清あ、流さん、間違っどうした。の？これね、暗闇を、暗闇。なんだよ。こう、防ぐ、防ぎ気はしないんだけど、効かなくする掛け軸があるんですよ。それほう。を装備するの忘れてましたね。あら、でも勝てるんでしょ？いや、ちょっと微妙かもしれんよ。あ、もう怖い、燃えてる。シールドもある、なんか。ああ、ミスった、今の。今のやっちゃったあ、もうちね。ょいだけどね。水よ、来い。来い。水が来ない。ああ、こず。来ないね、なかなかね。ああ、間違った、殴るやつ。わら人形を殴ったよね。はい、ということでね、この暗闇耐性20、悟りです。これをね、ちょっと装備して、今暗一度、闇そう。今一度ね、行きたいなと。SR の掛け軸だから結構持ってる方多いんじゃないでうーん、しょうとか思うね。けどね。この戦い方は？あ、一緒だよ。もう、藁人形割って、みたいな。掛け軸がどういうふうに便利なのか。掛け軸はさっきさ、暗闇攻撃したじゃん。あの時に、まあ、20だから必ず防げるわけじゃないけど、まあまあな確率で、まあ、防いでくれるんですよね。暗闇になると、今度弱み玉が割れなかったりするから、ああ、そっか。結構つらいよね。使おうと思ってたのにってそうそうね。そう、これで割れるって思って割れんかったりとかするから。あれって暗闇のせいなの？あ、そう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 。あ、そうなんだ。時々あるよね。そうなんや。結構厄介やん。厄介、かなりフルチェーンしようと思ってたのに。
やばい。必死になってお手伝いしたがるの。ああ、お人形さんね。うん。そう。もうね、多分私は厳しいんだよね。ああ、こうやっていろいろするの。そう。わら人形たちの弱み玉を割りながら、うん、清流さんの弱み玉を割りつつ、うん、で、自分のヒットポイントの残量を確認するっていうのは無理ですね。あ、まあね、確かにちょっとポロさんにはハードルが結構高いかもしれないね。まあでもね、ここを乗り切れたらもう私も結構なやり手ではないかなって思うんですよ。うん、そうね。うん、揚力が上がればね、ちょっとは余裕出るのかな。かっこいいね。うん。わあ、こっちか。これはまあ耐えれるんですけど。悩みプラットリア。ああ、100% じゃないからね。うん、次こそは。やばいな、想定より早いな。あら、早いよね。時間もほら凶暴化しちゃうから。そうなんよね。そうなる前にね。うん、ほら今ミスったでしょ。水の弱み玉で割れてたはずなのに。なんで、ああ、割れ人形？いや、暗闇で割れ。あ、暗闇ですか。うん。え、じゃあ今のところ暗闇は防げてないということでいいですかね。そうですね。あんまり意味をなしてはないですね。次こそは、次こそ大丈夫よ。大丈夫かな。大丈夫なはずよ。だって 30% でしょ。うん、 30% じゃなくてあれだ、20追加みたいな感じだ。20追加なんだろう、うん、20追加というか、こうちょっと抵抗力を高めるみたいな。20耐性をつけるみたいな。ああ、じゃあ結構低いんじゃないんですかね。いやでもね、やっぱ それぐらいしか今ないからね。あ、そうなんだ。このさとりさんの、うん、掛け軸ぐらいしかないんだ。そう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 。またね、UR とかで出そうだよね。まあこういう防ぐ系が必須になってくるんだったらまた出てくるだろうね。ねえ、いけるんじゃない？いや、そう思ってね、さっきもやられたからね。うん、あ、凶暴かよ。来ちゃった。来ちゃった。時間ですよ。なんかご飯ですよみたいな、ね。私はちょっと思った。いや、倒したい、こっちを先に。いや、もう。ダメ？ダメ？ダメかな。もう行こう。ブレイクする？慎重にブレイクする？迷うとこやね。もうちょいだからね。でも凶暴化してるからね。甘い。甘い、もうちょい。もうちょい。あ、もうゼロよ、ゼロ。あー、ダメかな、これも。もう、倒せるよ。本当？これでもうゼロあー、水来た。よし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 。危なかったね。危ないよ。もう最後のチャンスじゃない。よし、おー、ギ
ギリギリ。結構ギリギリでしたよ。ギリギリでしたよ。へえ、これ攻略動画的な感じで間違ってないですかね。まあだけ悟りさんの掛け軸つけるっていうところと、うんうん、あ、これはちょっとスキップね。悟りさんの掛け軸をつけましょうっていうのと、うん、まあ僕のおすすめはやっぱジョローグモさんでいきましょう、うんうん、でわら人形ちゃんを先に倒しましょうっていうところ、ね、この3つですね、うん、まあ、ちょっとでもね参考になれば幸いですですね。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。